クタークラゲさんの学習必勝講座本当の最終回、イエーイね。学習必勝講座はいつ終わるんだよって話だろうけれどもね、実は学習必勝講座、私は最終回とは言いつつあれを最終回にするつもりはございませんでしたね。本当の最終回はね、学習の結果が発表されてね、それね、当たった方外れた方いろいろいらっしゃるだろう、そういう方へのアフターケアをして、最終回に、したいと、そういうふうにかねがね思っていたんですね。アフターケアまでね、それに定評のあるチャンネルでございます。一回もやったことないけど、はい。今回はね、学習必勝講座の最終回ということでね、10月だからね、 DC、PD、PD は今回対象にしてないけども DC1、2の結果が発表されましたね。それに対して、無事、通られた方と、残念ながら外れてしまってね、ご縁がなかった、そういう方々へのね、それぞれの今後の注意点と作戦みたいなものの一つの案をね、俺なりに考えたことをね、必勝講座なんだからね、そういったことをね、皆様に、お伝えして、本当のこのコーナーの最終回とさせていただきたいと思っております。それではどうぞ。はい、便宜上白衣を着ましたね。あんまり白衣が綺麗じゃないんですけどね、学習必勝講座最終回詐欺の本当の最終回でございますがね、本当の最終回、今回はね、この時期だからわかるでしょ、上げた時期がね、学習の結果が発表されてるじゃないですか、特に DC の方々ね。中にはね、もちろん通られた方もいらっしゃるでしょうし、残念ながら落ちちゃった方もいるだろうということで、今回はね、本当の最終回ということで、通った方、落ちた方の、その後というか、どういう風にすればいいのか、なんてのをね、皆様にお伝えしようと思います。アフターケアに定評のあるチャンネル、ドクタークラゲさんの研究室でございます。いんなこと誰か言った、言ってないね。はい。アフターケアまで、必勝講座を歌っているのだから、アフターケアまでちゃんとしようと、ね、そのように考えて、あえて、もう一本ね、動画を撮ったりすぎませんがね。ぜひ、見ていってください。ということで、まず、ね、無事に、学習に、取られた方、おめでとうございます。ね、学習必勝講座を見て取られたという方は、もちろん、大変おめでたいんですけれども、この動画をね、初めて見た、ね、必勝講座なんて知らなかったけど、俺取ったよって方も、本当におめでとうございます。コングラチュレーションでございますね。はい。そういう方はね、まず、自分に自信を持って自分を誇りなさい。数日越に行っていいです。ね。修論とかあるだろうから、特に DC1 のやつはそうもいかねえだろうけど、学習に通ったっていうのはね、自分のその申請書の書き方とかそういうのが、ある程度認められたってことなんだよ。ね。大学受験はその大学にね、例えば入る、その実力があるって認められたってことだけど、学習は学習で、その申請書とかね、そういうのを、ちゃんと書けるっていうのがね、認められたってことなんです。大いに誇りましょう、自分を。で、そういう方々にはあんまりアドバイスもクソもねえんだけど、一つ言うとしたら、浮かれすぎて届く書類とか手続きを忘れないようにってこと。だからちゃんと自分のポストとかをチェックして、手続き書類とか、あるいはメールもチェックしてね、手続き書類とかメールとかにちゃんと目を配りましょう。それ出し忘れて、内定が取り消しになるのが一番バカらしいからね。1ヶ月以上もさ、資料書いた挙句にさ、内定取り消しなんて、そんなありえねえことをやっちゃダメだよ。いや、それは、お前ら通った人間だけじゃなく、お前らが乗り越えていった屍にも失礼だから、屍って落ちたやつな。屍にも失礼だから、絶対に、取ったチャンスを無駄にするな。な。はい。とにかくそれくらいです。とにかくおめでとう。このチャンネルを見て、コツをつかんで受かった方は絶対に周囲に広めてください。ね。このチャンネルはすごく役に立つと。ね。学習必勝講座。ね。皆様の、ご支援によってこれ以上は言わないけどさ、宣伝する場じゃないからね。でだ、もう一つの方だよな、問題はな。残念ながら学習に落ちてしまった方にはまず、この場を借りて、大変申し訳なかったとお詫びをいたします。そりゃそうですよね。だって必勝講座って歌ってね、皆さんに期待を持たしといて、結局落ちたじゃねえかこの野郎って、このチャンネル役に立たねえなって
ね、言ってもらって結構ですよ。ね。うん。落ちた方がいる以上、このチャンネルは役に立たないところもあるわけですから。あ、ただ言っとくけど、前にも言ったけどさ、この、合格ライン、ここでこの辺の底辺にいるやつがこのチャンネル見て、ね、役に立たないっていうのは腹立つけどな。まあでも、しょうがない。この辺の底辺の方にもいいよ。今回ばかりは言っていいよ。役に立たないって。ね。で、まあ、残念ながらね、落ちてしまった方、はね、やっぱり、まあ、ね、そこからがスタートだから、ね、翌年の学進に向けて、早速、まあ、自分のダメだったところをね、見直して、ね、もうその次の年の申請書を書き始める。などとは、申しません！ね。言わねえよ、そんなことさ。いや、よくさ、世間ではなんかネットとか見てると書いてるやついるんだよ。ね、落ちたのは、自分のね、何が足りなかったのかを見直すいいチャンスです。ね、そんな、落ちたということに、めげずに、ぜひ、その申請書とかを見直して、次に備えましょう。自分が成長する場なのです。なんて書いてるやついるけどさ。うん。お前らそれできる？俺はできなかったよ、DC1 の時。うん。いや、腹立つだろ？うん。いや、それできるならやれよ。うん。だけどさ、普通腹立ってしょうがねえだろ、自分が落とされたってさ。うん。いいよ。1週間や2週間は学進を呪いなよ。うん。それが一番最初にやるべきことだよ。うん。いいんじゃない？俺の、ね、一生懸命俺が考えたこの素晴らしい研究成果を無限に否定しやがって、この野郎、全く使えねえ、この師匠、この野郎っていうふうに。いいと思うよ、思ったよ。十分、学進を呪う理由になりますから、呪っていいと思うよ。うん、ただね、俺のためでもあるし、君らのためでもあるから言っとくけど、腹ん中でな、呪うならな。うん。SNS とかネットに書いたり、あるいは、公言したりしちゃダメだよ。それは、翌年の学進が当たりづらくなる云々以前の問題で、侮辱罪とか名誉毀損罪に当たる可能性あるから、犯罪になる可能性があるんで、SNS とかに書いちゃダメですよ。うん、まあ、腹ん中で思うか、自分のデスノートに書いとくぐらいにしときなさい。うん、あるいは、まあ、研究室とか周りに落ちたやつがいんなら、本当に使えねえよな、学進ってのはな、本当に、まあ、本当に使えないよな、この野郎、本当に腹立つよ、本当腹立つ、しょうがねえよ、みたいな感じでさ、うん。最近落語やってないから腕が落ちてんだけど、まあ、こういう感じでね、こういう感じで落語やるんだけど、まあ、友達同士で愚痴を言い合って傷を舐め合うのは大いに OK だと思います。はい。ね。で、まあ、そのね、だから、立川男子がよく言ってたけど、愚痴って本当に気が晴れるんですよ、喋ってるだけで。うん。だからまあ、壁に向かってブツブツ言うとかさ、デスノートに書くとかなんかしながら、十分学進を呪って、ね、気が晴れ、スッと晴れたら、まあ、そしたらね、さすがにまあ、翌年に向けて、自分の学進の申請書を書き直す。などとは、もっ！しつこいからやめようね。はい。いいですか？10月から学進の資料を翌年に向けてその申請書を書き直したところで何にもなりません。俺はそう思う。断言する。うん。そりゃそうだろ。だってさ、次の学進、ここ年度上げな。で、次の学進のここ今だろ。で、次の学進の申請の開始なんて翌年の5月じゃん。開始というか、締め切りなんてさ。うん。いや、こっから書き始めてどうすんのよ。いや、前も言ったでしょ。こうやって、だんだんレベルが上がっていくにしても、ある時を境にレベルは頭打ちになり、もう寸前になればなるほど快楽に走っていくって人間は。うん。そんな奴が10月から書き始めたってしょうがねえんだよ。うん。ね、思いっきり研究の内容を変えるわけでもない限り、学進の申請書なんて下地があるんだから4月中盤か5月開始ぐらいで十分。うん。うん。そのぐらいから書き始めたって十分時間足りますよ。リベンジになるならね。うん。全く研究の内容を変える人はちょっと、まあ4月とか3月から書き始めた方がいいかもしれないけどね。で、それよりも前に絶対にやっておくべきことが2つあるんです。それを今から述べます。それがこちら。はい。ね。この2つです。助成金の応募と業績の上積み。ね。この二つについて説明しよう。まず、助成金の応募。ね。
学信は確かに給料が出るっていう点で他の助成金とは一線を画すんだが、しかしその実家計費で言うと実は他の助成金と大差ないんだよな。これぶっちゃけ暴露しちゃうよ。うん。だから学信って端的に言えば勝ち得負け得なんです。勝てばもちろん給料も手に入るし家計費もあって研究は上々だけど、負けたところでそんなに大損っていうわけでもないんです。もちろん経験にもなるし、それよりももっと割のいい助成金を手に入れられる可能性があるから。で、実はこのここじゃあここを年末にしようか、年年の開始でここを2020にしようかね、2019だな。実は2020年度の助成金の中で、まあ助成金って本当に星の数ほどあるから、まあ何とも言えないんだけど、おそらくこの10月から12月ぐらいが応募の締め切りである助成金って実はいろんな分野に点在してるんですよ。で、学信は取れなくてもまだ君らは落ちた人でも助成金を取るチャンスは残ってるわけだな。だからとりあえずまあこれは分野によって全然違うから分野ごとに調べてほしいし指導教員とかにも聞いてほしいんだけど、この年末までに応募できる助成金についてとにかく今から急いで調べて書類を固めて応募しろ。これができればこの翌年の4月からの少なくとも金が手に入るんだよ、研究資金がね。この研究資金を手に入れた上で、下地を手に入れた上で安心して次の学信の応募に臨むんですね。これが大事なので、その学信の今から申請内容ファイルを書き直すなら、その申請内容ファイルを使って助成金の応募の書類を書いた方がよっぽどいいと断言しておきます。はい。でもう一つだな、熱い脱ぐ、結局これでやるんかって話だ。業績の上積みという点だが、これどういうことかっていうとな、この4月5月になるまでに論文が1本出たり、あるいは学会発表が特に国際学会とかが1個積み上がってたりするとどうなると思う？もう学信を書いた君らなら分かるよね。業績欄が1つ増えるんだよ。でこれは多分間違いないと思うんだけど、業績欄は全く変わらずに、ちょっとだけばかり内容がマイナーチェンジして良くなった、申請内容ファイルと、申請内容ファイルは今までの完全にコピペだけども、業績欄がもっと充実した申請内容ファイルだったら絶対後者の方が通るよ。うん。業績って言ったろ？唯一定量的に評価できる。だからひたすら埋められる業績を作れと。な？そうなんだよ。だから、この5月の締め切りに来る前に1個でも2個でも業績を積み上げた方がいいんです。でこれは狂ったように論文を出してる俺からのアドバイスだが、論文って最低でも出るまでに3ヶ月はかかると思ってくれ。うん。出るというか受理されるまでに。細かい話だと論文がここは入ってるかな、入ってるね。論文が受理という状態になれば、これ、カタカナではアクセプトという。この状態になれば、学信の申請内容ファイルに書けんだけど、投稿中ではダメなのよ。最近それを書くやつが多いからなのか、投稿中のものは認められませんって書いてあるんだ。だから、つまり、この論文の出版のところから、お前の論文は受理された、これから出版するに値するから編集作業に入るよっていうこの知らせがないと書けねえんだよ。うん。でアクセプトをもらうまでにはリビジョンといって、改訂論文、ここがダメここがダメここがダメだからこういう内容に改訂しろっていう、こういう作業を経る必要がある。でだ、このリビジョンってどんなに論文に慣れた俺でも大体2回ぐらいは必要なんだよ。それがそれぞれ1ヶ月ずつかかると思ってごらん。だからプラスそれにプラス投稿しての査読っていう1ヶ月があるから、まあ基本的に
3ヶ月ぐらいは絶対にかかってしまうんだよ、論文っていうのは。ということは5月の末に持ち込むにしても、少なくとも少なくとも2月にはできてる必要があるわけだよな。で、その投稿する前にも、例えば英文校閲つって、こう英文が、あの英語が間違ってないかを業者にとか、あるいは知人に頼んで見てもらったりとか、あるいはそう指導教員のそうチェックが入ったりとか、本当に論文って細々としたことがめっちゃあるんだよ。ということは早い話が今から書き始めないと間に合わねえんだよ。特に論文を今書いてる、書き途中のやつはまだいい、書き始めてないやつは何でもいいから研究成果見つけて、論文、軽い論文でもいいから書き始めろ。それができれば5月までに受理がもらえて、あの業績欄が一つでも充実する。で、前にも言ったろ、英語の原著論文は一番強いんだよ、あの項目の中で。一本でも増えれば、もはやもうあの刀が一本増えるようなものね。とにかく、まあ、論文、あるいは国際学会、まあ、最悪日本の学会でもいいんだけど、国際学会とかでも締め切りがこう年末までにあって、で発表がこの3月とか、あるいはまあちょっと変則的に6月とかでもあのいいのかな、この辺に学会があることがあるんですよ。で、学会も発表予定のものも書けます。なので、あのこの辺の学会を申し込んじゃいなさい。申し込んじゃって、その申し込みでお前は発表させますよっていう受理が出て、そのタイトルが決まればそれも書けます。そう、とにかく業績欄を充実させることが一番重要ね。これをもって、私の、まあ、あの落選した方へのね、まあ、謝罪がてら罪滅ぼしとして、皆様へのアドバイスとさせてもらいたいと思ってます。まあこんなところかな。さっきも言いましたけど、学信って勝ち得負け得なんです。書類審査、その書類の審査で落ちたとしても、その書類が助成金とかに転用できるように、書いた書類は絶対に無駄にならない。俺はそう思う。まあ、俺だって、もし落ちてたらね、まだ結果見てないけど、俺だって PD 落ちてたら多分別の助成金を応募すると思うし、勝ったらものすごく得、負けてもそんなに損にはならないっていう、それが学信ってもんなのよ。だから、まあ皆さんね、まあ、特に落選してしまった方はめげずにね、学信を呪いつつ、それが晴れたら助成金や業績の上積みをやりつつ、翌年の学信に備えて、まあ、平常心を保って研究しよう。学信に落ちたからって自分が否定されたと思うのが一番ダメだと俺は思う。いやー、ぶっちゃけ DC1 の時思ったよ。DC2 落ちたらさ、俺学信落ちた日本死ねって動画作ろうかと思ったもん。作ってたら多分この業界にもいねえと思うけど。まあまあまあ、ともかくね、それはいいとして、まあね、この動画見てる暇あったら修論やれって話ですけど、 DC1 の人はね。まあまあ、でも お前たちが否定されるわけじゃないから、とにかく頑張ってくれ。で、通った方はもちろんこの動画の宣伝を忘れないことと、あともう一つは、通ったからにはこの業界に残って死ぬ気で研究しろと俺は思うって言いたいんだけど、陰性保有で言ってることと完全に矛盾してるよな。まあこれから研究していくにあたって、どうしても辛くて、だね、もう命を失いね、命を絶ってしまいたいほど辛いってなったら、もちろん いなくなっていいと思うよ。研究から学信が通ったからって絶対にこの研究業界に残んなきゃいけないなんてことないんだからさ。実際学信 DC1 通った優秀なやつでも、今俺の同期でね、企業に就職してるやつはいっぱいいるね。まあ、だから、まあ、命を失ってほしくはないので、そうなったらダメだけど、まあ見えない限りは、ぜひね、DC1、DC2 取ったことを生かして、研究に邁進していただきたいと、俺は思ってます。はい。俺が DC2 の2年間で果たしてどんな成果を上げたのか、そこまで自慢できるのかちょっと自信がないけどね。まあ、論文だけはいっぱい出してますけども。はい。まあ、そんなこんなでね、学信必勝講座、これで本当にお開きにさせていただきたいと思っております。と言いたいんですけど、まだあんのかよってなんか顔してますけどね、画面の前のみんながね。実は、まあ、ちょっと経ったらね、この学信必勝講座に関して一つお知らせがあります。まあ、それをお楽しみに。
といったところでね、学習必勝講座皆さん本当にご覧いただきありがとうございました。